ご無沙汰しておりました。小せえな。というわけで、ナベチカーズ3、ついに、4週限りの今日から、復活でございます。ありがとうございます。77人の皆さんが、オープニングからご覧になってますが、なんか小せえな。これか。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。ちょっと割れるか。はい。というわけで、なんか小せえな。なんか小さい。これか。は。は。というわけで始まりました。ナベチカーズ3。なんだか小さいな。というわけでお届けいたしますけれども、ついに、この日がやってまいりました。皆さんのおかげで、いよいよ、復活でございます。本当にありがとうございました。待ってました。わっしょいわっしょい。100人超えたら踊り出すのかなとかね。3219、それ9なんだ。こんばんみーということで、わざしさんどうもありがとうございます。たくさんの皆さんにお越しいただきまして、もう79人、80人になろうとしておりますけれども、モグリンさんもようこそお越しくださいました。皆さんのおかげで、いよいよ、これですよ、これ。これ道の駅で買ったんですけどね。は、は、は。これの影響もあって小さくなっちゃったのかな？そんなことはないよね。沖縄の道の駅に売ってる58号の、これ、なんていうんですかね。マグネットでございます。今つけた瞬間にポンってなっちゃったか、失礼いたしました。では参りましょうか。今日から4週にわたって、そうですよ、 T ポイント出ておりますよ。久々の復活ということになりました。鍋地下通り、今日は1時間47分6秒結構長いんで、巻きでこれやるのも久しぶりですね。巻きでお送りしたいというふうに思っております。まず最初、はははは、なんでここで止まるんだ、よくわかんないな。リミッターがなんだかかかっちゃってるっぽいんですけどもね。よくわかりませんが。は、は、は、まあいいや。というわけで、早速参りたいと思います。ニュースでございます。これ、偶然なんですけど、今日ね、テレビに出たんです。RKK のテレビ、ウェルカムっていう、いつも、スマイルアベニューでお世話になっている、メグさんの、メインの番組なんですけども、こちらに、いよいよというか初出演ということになりました。でネタが何かっていうと、道の駅です。もう僕らしいですね。道の駅の熊本県南地域の、紹介ということで、私に白羽の矢が立ちまして、で行ってきたというわけなんですね。いやー、その中ではですね、奥さんに見せてあげたかったんですよ。僕が温泉に入って、本当ですよ、温泉に入ってあられのない姿で出るっていうところもありましたし、打たせ湯でこうね、バーってこう浴びてるっていうところもありました。これもう熊本県内で見た方のみの限定ということになりました。まあ好評であればね、シリーズ化されて、今度は県北とかね、あるいは県央とか阿蘇地域とか天草とかね、いろいろとシリーズできるんじゃないかなと思います。まあ、27ありますからね、熊本県内は道の駅だけでも。なので、これがまたシリーズ化されれば嬉しいなというふうに思うんですけども、ぜひ RKK さんよろしくお願いしたいと思います。はい、というわけで1本目のニュース、ちょっとね今日も巻きでいかないといけませんので、ウェルカム出演でございました。続いて2本目、困難乗り越え収録2泊3日の全ルートということで、これ回ってきたんですけれども、そのルート、どんなルートで行ったのかというところでご紹介したいと思います。熊本の道の駅タレント筆頭かな、まあそういうことになるかもしれませんね。おお、さすが九州道の駅評論家、評論家なんだと思われてます。ありがたいですね、本当ありがとうございます。嬉しいですね、そんなこと言っていただけるとね。
さあというわけで2本目のニュース、困難乗り越え収録2泊3日の全ルートご紹介したいと思います。こちらでございます。まあ、今回の旅の行程なんですけれども、見たくないような見たくないようですよね。男は見たかないでしょうけどもね。失礼いたしました。さあ今回の旅のルート、どんなルートだったかというと、こういうところが出てまいります。福岡、熊本、鹿児島、種子島、奄美大島、沖縄、なんで福岡が出てくるのかっていうところなんですけれども、まあまずはこちらでございます。5分遅れで SZK さんようこそ。こちらですね、まず1日目なんですけれども、熊本を出ます。新幹線で鹿児島に行きました。鹿児島に行ってすぐ鹿児島中央駅の駅から少し歩いたところにある日本レンタカーで車を借りてすぐ収録しました。ですぐ収録してすぐ、帰ってきました。でその後種子島に行きまして、帰ってきました。で2日目、その鹿児島から奄美大島に行きまして収録をして、しばらく経って沖縄に行きまして、沖縄で収録で3日目、沖縄で収録し、飛行機で福岡まで行って、で福岡から熊本に新幹線でまた帰ってくるという、そういうことになりました。こんなん出ましたけど、いましたね。そう、那覇周辺は渋滞だらけで、ドキ、まさに今日出てまいりますけどもね、台風来ないの。実はね、結構いろいろとあったんですよ。でこのルートで行きました。鹿児島に行って種子島行って沖縄、奄美大島行って沖縄行ったんですけども、今回の旅のルートはこんなんです。ドライブルートは沖縄の方が先、こういう順路なんですね。沖縄、奄美大島、種子島、鹿児島、つまりゴールを最初に取って、ゴールに近い方から先に取ったということですね。でも順番っていうのがありますので、沖縄南の方から北の方に向かうっていうルートなので、今回は北の方から取るね、南の方からっていうので、ちょっと苦労したところではありましたけどもね。 RKK の MC の方がなべっち32歳独身を強調する、そう見てましたね。 JFK さんありがとうございます。マグネットがやっぱりそうかな、本当だ、だいぶよりかは良くなったけど、でもそれでもちょっとあんまり音拾わないですね。はダメか、ちゅうことでダメだな。マグネットがちょっと影響しちゃったようですね。ちょっと外しましょう。ということで、まあ、こういうルートで、そうです、逆行防止ルートだったんですね。あれ、帰りの飛行機沖縄から鹿児島のつもりだったんですけど、福岡の方が、便利がいいということに気づきまして、で福岡に行って帰ってきたということでございます。沖縄でシーサーはいたかな。で今回その旅に際しまして、タイムスリップではないですよね、磁力のせいか、嫌なことやっちゃったな。じゃあちょっとこんだけ近づいてお話しましょうか。はい、だいぶ小さくなっちゃったな。はい、というわけで、実はこういう大変なことがあったんです。意外と複雑な道のり。そうですね、こんばんはです。ウクレレ高津さんようこそ。いろんなリスクがあったんです。桜島の噴火警戒レベルが4になったと、まあ、現在では3になったっていうところあるんですけども、その当時は4でした。そして種子島のロケット打ち上げでレンタカー予約困難。そうなんです、初日種子島に行ったんですけども、その前日になんとかロケットが打ち上げ成功しました。もしこれが成功していなければ、ひょっとしたら翌日に打ち上げなんてことになっていれば、レンタカーが確保できなかったというところなんです。でさらに、あ、なお小さくなってるような、そうですか、あらららららら。でさらにですね、これじゃ割れちゃう、鹿児島と奄美フェリーの日程を見誤る。もともと鹿児島から奄美大島ではフェリーで行くつもりだったんですけれども、なんと私出航する日にちっていうのを見誤っておりまして、その初日の夜に、初日の夕方に乗って翌朝に奄美大島に着く予定だったんですけども、その日は出ないっていうことを、予約の段階でようやく気づきまして、今のシャレじゃないですよ、気づきまして、結局鹿児島から奄美大島へは飛行機で行くことになりました。2日目の朝早朝にそういうことになったんです。ですから、まあちょっと費用的にも少しちょっとね、加算だというところありました。
そしてダブル台風が接近、先ほどね台風中継ないのっていう話もありましたけれども、接近していたと、非常にそういう怖いところもあったんですね。黒帯さん台風近づいてるな、あれナベッチさん収録行ってなかったっけと思って、そうですよね。あ、バサシアさんこんばん、マックス、そう綱渡り収録だったんですね。やばい、北沢さんもこんばんは、ようこそ。で、先ほどもありましたツイートにもありましたけれども、那覇市内で大渋滞というところですね。でもう一個、動画ファイルの遺憾に不安、これこれがねアイスティックっていうやつで、まあ、中国製のやつなんですけれども、 32GB 入るんです、この中に。でこれを iPhone に挿してこっちにデータを移行させようっていうことになったんですよ。よう考えればですね、これを挿してる間充電できないわけですよ。でこれ結構性能があんまり良くなくって、結構ねデータの移行っていうのが遅いんですよ。だもんで、果たしてこれで大丈夫なのかっていう不安がですね、非常に特に沖縄に行った時に感じたんですね。どうしましょうなんていうあったんですけども、まあなんとかこの6つの課題をクリアいたしまして、今日の配信に至ったと、こういうことでございます。ポップタンさん、小総理ようこそお越しください、話題満載であります。本当そうですね、なんとか、収録ができたということになったわけです。23時11分やべえ、そろそろ行かないといけませんね。というわけで、困難乗り越え収録、2泊3日の全ルートということでお送りしてまいりました。では時間がありません、そろそろ参りましょうか。今日のテーマでございます。今日のテーマはこちらですよ。201回目です。国道58号スペシャル、その1、那覇空港から嘉手納ということでお送りするんですけれども、地図はこんなんでございます。Google マップがね、仕様が新しくなりまして、ちょっとこれまでと見え方が違うんですよね。あ、これじゃねえや、これじゃねえ、2回目の方やっちゃった、違う、こういうミスもあります。久しぶりなんでね、こういうミスもあります。名探偵だったのか。コナンね、コナン乗り越えてね。はい、地図こちらです。あ、100名超えました、わ嬉しいですね。はい、那覇空港出まして、一旦58号から外れるんですけども、道の駅糸満まで行って、で帰ってきて58号の起点というか終点ですね、終点から北を目指すという、そういうルートで送る。あれ、なんか変なルートになってるな。というわけでごめんなさい。よし、なんだかいろいろとミスもありますけれどもね。ではナベチカー23と行く前に、実は今回ですね、皆さんからいただいた軍資金いくらだったかというのをちょっと最初に発表させていただきたいと思います。RBC ラジオの交通情報で58号那覇市内の渋滞の情報をよく聞きます。あ、ヤマピ来ました。ヤマピです。ありがとうございます。本当ですね。そのヤマピも稼げたのかということで、皆さんからいただいた軍資金は合計こちらでございます。今回のカンパ総額、カンパミーと手渡しを込みで26万1300円。皆さんのおかげでございます。26万1300円、カンパしていただきました。本当に皆さんありがとうございました。先ほどリターンまだという声もあったんですけれども、それに関しましては、後日ちょっとずつ発送いたします。で、8000円以上カンパしていただいた方にはですね、メールをお送りします。なぜかその T シャツがあるんですけども、 T シャツのサイズを伺わないといけませんので、後日改めてそのサイズを伺います。で、そのメールを返信していただければというふうに思いますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。では参りましょう。ナベッチカー23、これも半年ぶりですね。今回は那覇空港からのスタートです。ごゆっくりとどうぞ。ありがとうございました。下取りありとかで続きそうなテロップ、そうですね、確かに。大臣さん、サイズは S で、あ、すいません、改めてごめんなさい、改めてちょっとメールでお願いします。ここで取りまとめができないもんでね。このね、スタッフの皆さんが本当に色が黒かったんです。
っと夏の暑い中も外で作業されてますから、それは確かに黒くなるわなというところだったんです。ちなみにこれがですね、収録したのが収録日は8月21日日曜日です。日曜日そう21日、金曜日です。午後4時10分この時はまだヤマピは登場しておりません。飛行機が機材振りがどうもうまくいかなかったよね。そのままトラックに、それでもよかったんでしょうかね。だいぶ遅れてしまったんです。でカンパ総額その26万1300円だったんですけども、今のはカンパ見ると手渡し込みだったんです。手渡しが確か2800円ぐらいあったんですけども、それを除いた金額ですから25万ちょっとからカンパミの方に2割ほど、手数料といいますか、そういったものがあるんで、それを除いた金額ということで、あ、下がってる理由こっちのせいだ、ははは、あ、これで大丈夫だ。今走っているのは国道332号線です。下流市制服が沖縄です。そうですね、紫外線も強そう。そう、あのね、それこそヤマピみたいな人がいっぱいいたんですよ。正面に見えてきたのが、あれ右側にその那覇空港のターミナル、ね、まあ熊本空港よりも鹿児島空港よりもでかいターミナルですね。那覇空港の駅です。自衛隊那覇基地正門通過。あ、車はですねアクアのつもりだったんですけども、この度4台借りたんですけども、4台中3台がフィットでした。残念ながらね、あのアクは指定できなかったんです。声の左右のバランスが良くなったです。あ、やっぱそうか、こっちがずれてたんですね。息子が新人戦でタイムが良ければ10月沖縄だ。あ、そうか、やっぱ夏ぐらいね。そうですね、そうです、モノレールが上を通っております。天狼さんこんばんは。今回のレンタカーでは iPhone 固定はうまくいきました。ただね、ちょっといつもに比べると少し左寄りの映像となっております。なんでかっていうと、フィットもそうだし、もう一個借りたのもそうなんですけども、アクアに比べてちょっとね、あの設置する場所が限られてましたね。右の方だとちょっとねできなかったんですよ。いつもは僕の運転席の正面ちょっと右側につけてるんですけどね。大都市に来たんだなという感覚になってしまいますけどね。ヤマピも集まったんですね。そうです。ただね、まあ全額賄えたかっていうとそうじゃないんです。まあこれについてはちょっとまた時間のあるときに、あのスライドで ご報告しようかなと思うんですけどね。まだ沖縄行ったことがない、僕もこれで初めて行きましたからね。ユイレール初めて見た。ちなみに最後の1台がまさにこれなんですよ。あの収録順でいうとこれが最後なんでね。フィットです。ヤマピに似た人、食中体毛の人、こらほらエアコンの音、そうそう、あのね、配信じゃない、収録中やっぱり熱で飛ぶんですよ。沖縄本島ではそういうこともなかったんですけど、うん、いや飛んだか、一回飛んだ、そうそうそう、だもんでエアコンの風を当てたり、あるいは窓を開けてその風を取り入れたり、そういうことをしてましたね。アキラブヤスさんこんばんは。さあ今回は58号千里中央駅付近の映像をお届けしておりませんよ。どうしても行っておかないといけない。気持ちよさそうですね。沖縄でレンタカー借りてドライブいいですよ。郷土料理は食べました。この日の夜ヤマピと一緒に居酒屋に行って、居酒屋というかあれは居酒屋かに行って食べました。沖縄の日差しがいいですね。乾いた空気最高、本当ですよ。以前沖縄に行った時もレンタカーはフィットが、へー、そうなんだ。100人前後の皆さんがご覧になっております。鍋地下鉄3、今夜は約半年ぶりの復活ということで、まあ、皆さんのおかげで復活ということになっております。以前沖縄行った時にレンタカー屋でバス専用レーンの存在のことを念入りに言われた記憶が、へー、取り締まりがかなり多い。まあ、熊本にもあるんでね、バスレーンがある場合の対処っていうのはわきまえております。20年近く前の社員旅行で行ったっきりです。そう、結構ここね、あの
那覇空港を南の方に行こうとすると結構渋滞がね、もうちょっとのところで出てくる交差点混むんですよ。あ、広島次郎さんこんばんは。また未知の世界を見せてくれてありがとう。とんでもないです。皆さんのおかげで見せることができるんです。石垣で借りた車はビッツでしたね。お、沖縄行ったことないです。ぜひ皆さんも行ってみてください。もう空も綺麗、海も綺麗。画面目視で視聴者100名様超えたね。本当ですね、ありがとうございます。もう本当皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。沖縄20年前までは何度も行ってましたが、最近は全く行ってないのでユイレールは乗ってないです。居酒屋イラブー、イラブーは食ってないな。あれ何だったかな、ヤマピ覚えてる？メニュー。沖縄行ってみたいですよね。僕もようやく32歳にして行くことができました。先月のお盆休みに4000円カンパ、あー、ありがとうございます。年の700円さん、ありがとうございます。ようやく交差点にやってまいりました。姉ちゃんも綺麗。前のトラックナンバープレート791、 FM791 に出ている人間としては非常に嬉しいナンバーですね。バスレーンといえば熊本の一番左からの右折にびっくり。そうそう、よく皆さんおっしゃいますよね。私の両親は未だパスポートがいる時代に新婚旅行に、ほー、沖縄、そうか、返還前か。ウィロベルさんお久しぶりです、ようこそ。邪魔するんやったら帰ってってやつが違うか。はい、ようやく右折できそうです。右に曲がって2車線の道路、ここもユイレールが頭上に、青い空白い雲、今南に向かっております。そうです、日本最南端の道の駅、あ、じゃあ日本最南端の駅赤峰か。本来目的地、でもそこは通過です。通過というか通過もしませんね。その手前でお別れです。ああ、旅行初日の晩飯でキャップ忘れてきたんだった。そうなんだ。ここから街並みがどんどん変わっていくのが楽しい。全国の天気予報を見ていて、8月に那覇の気温より札幌の気温、そうありましたね。そうそうそう、結構そういう日多かったんですよね。海に近いっていうのもあって、小さな島っていうこともあってあまり上がりきらなかったっていうのもあるんですよね。あ、途中からお越しの皆さんに地図をお配りしなきゃいけなかったんだ久しぶりなんでね、ちょっとね、まあ、大野山公園に向かっていく感じですね、かな。あの海岸沿いのね、道の駅がこの後2つ出てくるんです。右側通行じゃないっていつの時代やねんとセルフ通行に来ましたよ。関西 T スペースさんこんばんは。そう、大復活でございますよ。北九州市内の大通りや街中の通勤時間はバス専用レーンが多い。奄美空港、まあ、これちょっとネタ話になっちゃうんですけど、さっきね、奄美で収録してからこっちに来てるんですよ。で、奄美空港店 の、 あの日本レンタカーの SS の流れが遅延したる、遅延しとるごたるですにゃ。いつもだいたい20秒ぐらい遅れてるんですけど、それ以上に遅れてる感じはありますね。あの黒光りだるやん黒光り、さすがやっぱり。そう、さっきの沖縄空、那覇空港前の従業員の方の肌を見れば、日本レンタカーの方もそうだったんですけど、奄美空港のスタッフの方も結構真っ黒でした。瀬長島の横通って糸満に向かっている。それよりも奥にあります。カンパできなかったのが悔やまれる。いやいやいや、もうお気持ちだけでも本当ありがたいです。今看板がちらっと出てまいりました。道の駅糸満、そして道の駅豊崎。今夜のうちに沖縄本島は終わらないと思います。熊本市内に行けなさすぎて恋しい。なるほど、そう、三隅に住んでたよね、確かね。私の采配次第というわけですね。当然のことながら沖縄ナンバーしかおりません。まあそりゃそうでしょうね。自分にツッコミを入れております。
チェーンカンバーグ、あ、そういうことか、そういうことか、シェーンカンバーグね、シェーンシェーンティーバーグ、初期のボキャブラの話、もう20年以上前の話。辺野古見てこなかったんですか？辺野古は、うん、58号のルートから反対側なんでね、見てないんですよ。沖縄の道の駅、珍魚とか見てそう。右側です。沖縄アウトレットモール、アシビナー、どういう意味なんですか？右に行くとね、そのアウトレットパーク、アシビナーっていうのがあるんですって。で、ここを右に曲がります。まっすぐ行くともう那覇空港自動車道に入るんです。結構ね、っていうのかな、都市高速みたいな感じでね、気持ちのいい道路でしたよ。ちょうど大分市内の大分道みたいな、あんな景色でした。鳥臼市に入ります。豊かに見る城、糸満にジョイフルがあるけど通過しない残念でした。ロードサイドの様子を見ると沖縄らしい感じが随所に。今の契約の、おお、よく見てましたね。富城市に入ります。道沿い走られる、そうなんです。いや、普通に走ってるとね、道沿いになっちゃうんですよね。今日は日差しが強いですよなんて。あ、沖縄のか、沖縄でも結構今日は日差しが強い方なんですかって聞いたら、あ、もうちょっと日の出方がすごいよねなんて。まあ、こんなあの内縄弁ではなかったですけど、昔々奄美出身の友達と一緒に奄美っていうサイトを立ち上げたのも懐かしい。12年くらい前だったと思う。それこそカンパミーと似てますね。めちゃめちゃ混んでますこの道。トミグスクって村から市になったところですね。あ、村から飛び級で市になったんだ。これすごいですね。混んでますね。この前の熊本東バイパスを思い出す。沖縄は本当に混みます。そう、ティーバック、右に曲がりまして、引き続き331号線、1日1本の楽しみ、サントリーのマスタードリーム入ります。マスタードリーム入ります。いい天気ですね。今日の宮崎もこんな空でした。この日は良かったんです。この翌日ね、天気がちょっとねっていう感じなんですよ。途中荒れたりしてね、だったんです。最難関記録、沖縄の道の駅って8つあるんですけども、これからご紹介するのは2つの道の駅で、配信の中でご紹介するのが8つのうち7つかな、うん、7つです。で、1個だけ紹介しないんですよ。その1個がね、土砂降りの雨で、駐車場から道の駅の、うん、帰りもむちゃくちゃ混むぞこれ。なんていうのかな、道の駅のその本体に入っていくときに、もうほんのちょっとですよ、15メーター20メーターぐらいしかないんですけど、その距離小走りで行ったんですけども、ずぶ濡れ、大変でした。足びな、聞き慣れない響きの言葉がいい味出してます。そうですね、トミグスク市といえば NHK の沖縄局が、あ、え、沖縄局ってここにあるの？そう、海沿いの沖縄ってタクシー、あ、そうなんだ、安いんだ、ね、知らなかった。前方には大きな橋が、この道自体もなんだかね、とっても走りやすい、綺麗な、なんか川の河口にありますんで、橋が長いんですね。ちょっとしたゲートブリッジみたいな、東京ゲートブリッジみたいな感じです。とりあえず今日地元のドンキで 1.5 リットル1本50円で売ってたコカ・コーラライフ飲みます。岩手県の滝沢村も村から市になりました。人口5万4000人の村、すげえ。那覇空港を出て南に進むと出てくるのが反対側の車線、もうほぼできてます。ですからこの渋滞もだいぶ緩和できるでしょうけどね。山が少ないから空が広く見える、そうです、確かにそれはそうです。路面はできてないものの、ほとんど高い山が特に南部の方はないですね。アシビナーの CM よく聞きますが、アシビナーってどういう意味なんでしょうね。とてもいい景色を棚橋から眺めることができたラベッチなどでした。
今日のワンコだ。ご覧の通り奥の方にはほとんど高い山、今日のほとんどというか全くないですね。また湾曲、今日の湾曲お送りしました。今日の湾曲、まずは道の駅糸満が先でしたね。おお、この間島原で走った道に出る足火の後は老若男女が集い交流する神前の場、遊ぶ庭として使われている言葉、かつては村に一つ、気持ちのいいでしょ。ずっとまっすぐ行くと姫百合の塔に向かうんだと思います。そうです、そうです、そうです。この331号線ずっとまっすぐ行くとそうですね、空よ。めっちゃ混んでるぜ。富城高校、富城市、同じ富城だけど、あ、違うんだ。バイパスが、バイパスの役割ナレティッドバイ鍋山菊江まずい、西山菊江さんね。アシビナーとは沖縄方言で遊び場という意味で、さまざまな人々や文化が集い楽しむ遊び場となるよう名付けられた。アシビナー、沖縄といえばオジー自慢のオリオンビル、そうですね、オリオンビルは有名ですよね。マスターミオさん、気持ちのいい景色、雨というかスコール、そう、結構スコールでした。ものすごい雨でした。商人ヤマピ、さっきのところね、これ左に行くべきかまっすぐ行っていいべきいいのか非常に迷いました。これまっすぐで正解だったようです。富城だったり富城だったり、富城って言えば元オリックスの石峰の出身地、よう知ってますね。富城高校なんだ。こちら富城市、富城町、大和富城、高架の道路みたいな感じ、いいですね。志布志市、志布志町、志布志ってやつですね。で、一般道路、左は何だったんだ。で、富城市から糸満市に入ります。沖縄といえば3000円ぐらい払って半日タクシー借り切って乗ったことある。そんぐらいで行けるんだ。中学の頃合唱で姫百合の塔っていうのを歌ったのを思い出す。いいでしょう。なかなかね、渋滞してなければ気持ちいいです。私目がいいので見えちゃうんですね。そう、いろいろ見えちゃうんだな。のバイパス走っております。さあ見えてきた、見えてきたのは看板です。元 日ハムの西崎、修行してんな。さあ道の駅糸満です。あ、そう、糸満スイミングスクール、あの現在はね春岡スイミングスクールになってるんですけど、その前は糸満スイミングスクールだったんですよ。懐かしいな。30分ほどの大雨のことを沖縄では片降り、へー、ようご存知。志布志市、志布志町、志布志、右に曲がります。今の赤い看板、釣り具か売り具、ね、糸満スイミングスクール、皆さんご存知ですかね。熊本の方はご存知でしょうけど、熊本と、まあ、九州各県だったらわかるでしょうね。滋賀県出身なんだ。衝撃さんこんばんは。ここまで高架橋が伸びてくる予定なんです。そうなんです、もっと先までつながるみたいです。右に曲がりまして、そして1本目の角を左に曲がりますと日本最南端の道の駅、道の駅糸満に到着です。市役所の向こうにジョイフルが沖縄にもあるんですね。日本最南端でしょう。道の駅糸満に到着です。旅行で今でも覚えてるのは鍾乳洞とパイナポーあ、鍾乳洞あるんだ沖縄。道の駅糸満情報館、非常に綺麗な、なんだかこうね、道の駅っていうよりかは旅行センターみたいな、旅行会社の支店みたいな、もっと綺麗かな。
糸満スイミングスクール、うちの実家の近所には、おお、春岡の前って、そうです、糸満だったんですよ、ね、あの中学生ですよね、あなたね、そう、あなたの知らないところで実は変更があってたんですよ。なぜ沖縄で城のことをグスクと呼ぶんでしょう。そうなの、非常に気になりますよね。糸満を出発します。武田鉄矢さんのおか、あ、そうそうそう、あったあったあった、懐かしい。この前20代前あ後半の子供たちと飲む機会があったんですが、サンピアンがプールだったことを知りませんでした。紀ノ国ランドも、うわー寂しいな、それ寂しいな。糸満市の西崎は西崎ですが、与那国の西崎は入崎。6008ZZCM さん、こんばんは。やっぱりライブいいですね。ありがとうございます、ありがとうございます。第一のコース3、糸満スイミングスクール、よく聞きました。武田鉄矢さんのお母さん、イクさん、そうやってましたね、懐かしいね。富城道路に戻ります。前方左手に見えるこの2つのレーダーのようです。軍関係の施設かなと思ったら、どうもそうでもないようです。聞いたことあるか。で、今行ってきたのが日本最南端の道の駅。実はこのすぐ先の方にあるのが日本最西端の道の駅、西の端にある道の駅というわけですね。ですから若干道の駅糸満よりもほんのちょっと西にあるというわけなんです。綺麗なバブルの遺産、近江八幡にも、あ、近江八幡にもあったの。たくさんピアが立ってる、巨大なゴルフボールですよ。うまい表現ですね。そう、気象台のレーダーっぽいんです、どうやら。グースクもしくはスクとは、南西諸島のうち沖縄地方領域である奄美群島から八重山諸島の沖縄湖とも呼ばれる地域にかけて多数存在する古琉球時代の遺跡。ここは上が正解だったかな。上が正解ですね。お、マロダンさん、こんばんは。沖縄に移住したい道の駅マニア、沖縄と奄美大島、結局今回の旅で全部道の駅スタンプ押してくることができました。地図をお送りします。宮古島とか石垣島には道の駅ないんですよ、今のところないです。作られちゃうとね、道の駅マスターとしてはね、非常に巡るのが大変になってくるんです。台風のいっぱい来る県でしょうね。うん、そうでしょうね。あれゴルフ屋じゃなかったんですね。そう、違うんです。100人前後行ったり来たりしておりますね。合計視聴数735まで来ております。鍋地下通知り、今夜は201回目、半年ぶりの大復活、国道58号スペシャル。皆さんの、寒波によって行くことができました。富城市に戻ってまいります。富城市豊崎、左に曲がります。あ、沖縄県運転免許センターが左側にあります。結構広いんです。まあ、熊本の免許センターくらいかな、うん、あったあったあった、そこだ。わざしさん、ほら、金がある人だから夏は北海道に住み、冬は沖縄に住むのが、そうですね、ちょうどいいですよね。でもね、夏沖縄でもいいかもしれない。あの、蒸し暑さがないんですよね、熊本とか東京みたいに。東京は結構蒸し暑いですよね。5月に行った時も相当蒸し暑かったですよね。山手線唯一の踏切近くに大きなゴルフボールのオブジェだ。へえ、どこだそれ。山手線って踏切1箇所しかないの？なんかもっとあるんだと思ってましたね。マイクロバスが前におります。糸満の道の駅もいいけど、市役所もいい作りしてるんですよね、おすすめしております。へえ、もう行ってないな。 U ターンします。 U ターンして左側に見えているのが道の駅。これもまたそこそこ大きな道の駅ですね。道の駅豊崎に到着です。
今幼馴染が沖縄に住んで、おお、ニトリがあった、390号という最南端の国道もあるけど、まあそう豪華ばっかりですね。今年に関しては北海道は、そう、沖縄よりも那覇よりも暑かった。さっきね、あのツイートにもありましたけども、那覇よりも暑い日がありました。道の駅豊崎到着です。御堂筋線も地下なのに踏み、嘘、駒込めにあるんだ、唯一の踏切で、ここが日本最西端の道の駅です。道の駅豊崎を出ます。ここで飲み物を買いました。でここで見たのかな、あのヤマピーが今福岡出ましたっていう、ヤマピー福岡から那覇に入ったんです、飛行機で。あ、今日やってたのね、こんばんは。あ、ノブブさんこんばんは。 U ターンといえば土田さん、あ、そうですね、地図をお送りします。105人の皆さんありがとうございます。で豊見城道路に戻ります。面白い飲み物ありました。あのね、僕が買ったのがなんだかな、シークワーサーの炭酸だったんですよ。あ、2本目、はいはいはい、そうだ、これがあったんだ。久しぶりなんだよね。鹿児島は運転免許センターは姶良市、姶良市にあるんだ。あゆさんに行くといえば何しに行くか分かる。なるほど。糸満睡眠スクー、じゃ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 ん。そうですね。そうか、そこから出たら乗れないか。沖縄に着いたらレンタカーでまず豊崎、物産館で惣菜で腹ごしらえ、ジューシーとそうめんチャンプルを。ああ、そんな時間なかったんだよな。そんな時間なかったんだよな。あ、ナグ君行きたかったんだけどね。調べてみると糸満スイミングスクールは私が住んでる奈良県内には4校もあるというプチ衝撃。まあ現在は、春岡スイミングスクールですね。ヤマピックスさんを迎えに行かんといけません。そうなんです。去年の24時間山手線ウォーキングで三上さんが行きましたね。あ、そこか。 A&W のルートフィアもね。龍雪さんこんばんは。マスオさん来た。これ本当、あの村上龍二さんの持ちネタなんですけど、勝手にやってすいません。糸満スイミングスクー、チャ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 。あれ三上、まあ、なんで俺のものまねなんだよ。もう俺大変なんだよ。もう今日オートレースでさ、もう死にそうなんだよ。昨日本当に死んでましたけどね。家が出てましたけどね。本場のゴーヤーチャンプルー食いたい。あ、うまい。あれ確か居酒屋で食べますけど、うまいですね。調査。あゆさんって言っちゃうけど、調査ですね。出た、飲むサロンパス。早速マスオさんのものだ。ありがとうございます。今日の、V が1時間47分6秒。ちょっとね、最初喋りすぎました。なので確実に1時をまたぐと思いますけれども、カーリーフライも三上、はい、そうです、ね、ありがとうございます。入れてくれたんです。結構混んでたんですよ。動いてはいますけど、ギチギチに混んでる、まあ、ギチギチっていうほどでもないけど混んでましたね。空いてはいませんでした。昨日背後霊になった三上、そうでした。で最後出てきましたね、息量がね。流れてはいるんですよ今のところ。この時点で確かね、午後4時過ぎです。太陽は一応まだ左側上の方にはあるっちゃあります。現在5時10分。あ、5時10分、まあ、もちろん熊本なんかよりも西にありますんで、どうでしょうかね、ここまで日が持つか。100人前後をキープ中。そうですね、懐かしのスイフトがまあ近く通ってましたね。一時またぎのコーナーですね。一時またぎ、久しぶりのズバッ。6時またぎ、8時またぎと
なべっちさん、沖縄郷土料理は 何食べました？ヤマピと2人で食べたんですけどね、結構まあ郷土料理っていうかその店のおすすめ料理だったんですよね。ねえヤマピね、バケって出てきたんですか三上さん。昨日のアーカイブをぜひ。沖縄バヤリースのシークワーサー、あ、それそれだ、多分それ飲んだんです。そうそうそう、夏場だと19時ぐらいまで明るい、確かにそうですね。1時またぎいいですね。ベタブニ、ベタブンビーザーかみたいな、まあ、そんなに急じゃないですけどね。ソーキそば、あー食べたかったな。いや結局ねあんまりいわゆる地元を楽しむ時間っていうのがそんななかったんですよね。3人の皆さんがご覧くださっております。 SZK さん、そういえばナベッチは iPhone6S は買うんですか？買います。ここに宣言しちゃいましたけどもね。だって僕 5S だったんですけど、まあ、今も使ってるんですけど、そろそろねできればね、あの 6S の、まあ、6でプラスがあったんで 6S プラスがあるんであればそっちの方を買いたいですね。ちょっとやっぱね他のスマホに比べてもやっぱちょっと小さいんですよね 5S ぐらいって。確かにその小さい方がいいんだ、あの操作がしやすいんだっていう方ももちろんいらっしゃるのは分かるんですけど、僕手でかいんでむしろ大きくてもいいかなって。安定の睡魔ですよね。サイバーさん以来の助手席担当の方この後登場、あとそうだな 2,30 分後ぐらいですかね。黒城さんこんばんは。ミノモンタのあの事件以降あの番組はケツモンダの朝バボと見えるんです。朝バボってなんだよ。あ、 5S なら24ヶ月が近いですね。そうそうそう、それもあるんですよね。そうめんチャンプル、シナそば、サラミにチーズ入ったやつと海ボド、よう覚えてますねヤマピ。そうそう、それでした。できれば僕はプラスの方が欲しいんですけど。この後331号の本線に復帰します。 5S にしてからまだ2年が経ってないんで迷っています。あ、でもね多分各社そういう囲い込みでまた出すと思うんですよ。それ負担しますみたいな多分出てくるんじゃないかなと僕は踏んでいるんですけどね。日没というと家まで山越え3キロ日没やべえと言いながら帰ったことがあります。沖縄航空基地左側、交通手段がやっぱね中学生とかだと限られてきますからね。いまだに 4S を音楽プレイヤーとして使用しております。この前現役高校生に見せたら驚くでしょうね。やはり地場のもと食べたいです。そうです、せっかく行ったんだからね。那覇まで6キロ、その那覇市に入ります。那覇市に戻ってきました。ちょっちゅねタコスはコースは食べてないですね。あ、で今回ですね、乾杯いただいた皆さんにはもちろんリターンをお返しします。500円の方にはバス会社の車庫があるんですね。まあ、送られ、入れられてすぐ届いたと思いますけどもメールが届いているはずです。そして、4000円の方には、4000円以上の方にはまあ、それぞれお送りします。これまだ発送もしておりません。これからということになります。その中には実は今回良かったですね、ヤマピが同乗してくれたっていうのもありますし、またヤマピが実は僕に機材を渡してきました。これは GoPro を使って、まあ、この旅の楽しいところを編集してくれております。ですので結構ね奇跡的な出来事が起きたんです。これもちょっとぜひご覧いただきたいなと思うんですけども、それも含めて、まあ、ヤマピ監修のありがとう動画、これが入っておりますので、監修というかもう編集ですね、ハブの皆さんがやってくれております。そちらもついてきます。で8000円以上の方にはそれにプラスして T シャツ
これもあのこのために作ります、プラスゴーヤーと書いたんですが、ちょっとですね、ゴーヤー生物なもんで、さすがにちょっと厳しいということで、まあ、ゴーヤーの加工品ということでごめんなさい、まあ、ゴーヤーはゴーヤーですけどもね、それをお付けしたいと思います。で、2万円の方には、プラス、今日もね、あの見てくださってありますけども、改めてメールで確認します、どういう文言がいいですかっていうのをお送りしますので、そのメールに返信をお願いいたします。というわけで、8000円以上の方には後日、先ほども言いました通り T シャツをお送りします。でその T シャツのサイズどれがいいですかということでお送りします。あの今回ももちろんフェリーチェさんで作りますので、サイズこの中から選んでくださいというんで、まずメールをお送りしますので、それに返信を後日お送りしますので、よろしくお願いしたいと思います。生は無理だったかということは、ハブシュかハブの紐紐のさあどうなりますかね。プロデュースドバイハブ手が大きいんですか、僕はいろいろと小さい男ですまあまあ、新しい iPhone はね、水曜日、日本時間水曜日の夜だったと思います。翌10日の深夜1時とかそんなんだったんじゃないかなと思います。タコライス美味しかったな。ちょっちゅうね、そうです。あ、VP2 にしきさんお久しぶりです。沖縄っておにぎり温める率が、温めて美味しいスパムおにぎりの売り上げが高い。あ、スパムといえばね、スパスパ未来じゃなかった、時々スパムですかあの二人といえばまだ来てないなですよね。ゴーヤー、そうそうそう、ゴーヤーマン懐かしい。やっぱりね、オレンジ色になるし、そうそうそう、ラジャー T シャツデザインは発表してもらえないんですか。ね、今日ちょっと資料がないので、じゃあ次回ご紹介しましょうか。ドラゴンフルーツもまたねきらびやかでね、でもね案外味は薄かったんです。沖縄から植物を持ち出すときには検疫が必要な、そうあのお芋だったかな、さつまいも、先ほどは持ってっちゃダメってあるんですよね。次の iPhone は10日午前2時から発表、10日の未明に何かリンゴの発表、そう、はい、URL 戻ってまいりました。しかしすぐお別れです。今度はこれをまっすぐ行きます。モノレールを見ると北九州モノレールに感じます。まあそうでしょうね、九州の人間はそうでしょう。ナベチさん、僕はいろいろと小さい大変ね、まあ、俺もそんな大きくはないですけど、でも分かんないですよね、比較対象がなかなかないですからね。トキミラの2人忘れて寝てそう、あ、残念。ベニーモは検疫、そう引っかかるんですよ、検問、あ、検閲か。さあ皆さん、おまっとさんでした。もう間もなくそう、この番組あの58号スペシャルの割にまだ58号に入ってないんです。もう間もなくその58号に入ってまいります。もう開始50分以上経ってんのにねまだ出てこないんです。沖縄の芋、安納芋、そうちょっちゅねといえば、うちの近所に具志堅用高さんの経営、ジムがある。おお、グスクって呼ぶんですね、トミーグスク、ドイツ語みたいですね、カナグスク力が入るんですね、カナグスク、カナグスク、バカ飛んだりして、あと首とかないといけません。ほう、バクさん大きい方で、そうあの皆さんそろそろ気づいた方もいらっしゃると思うんですけど、奥さんがいらっしゃらないです。で、何でも奥さんのこの間キャスで言ってたんですけど、あの新生活が始まってお仕事も始まって、なかなかこの時間帯見られることもなくなってしまったということなんだそうですよ。だからね、ちょっと残念ではあるんですけども、まあ、もし奥さんね、あのアーカイブ見る時間あったら、奥さん愛してますなんてこと言っちゃうわけですよ。旅の後半くらいからしか、お、マロダンさん3903315858、そうですね、もう少し先です。師匠さんこんばんは、ようこそ、地図をお送りします。皆さん本当に申し訳ございません、この日程にしたのは全て僕の責任です。だいぶ市街地のビル群が見えてきました。
パイナップルだ。上にはなんだか大きなスタジアムが見えます。奥さんはアーカイブでハスハスするはず。オープニングでハス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 。あ、ジパングさんこんばんは。南国空間満載ですね。ありがとうございます。もう今回ね、その、カンパミーでジパングさんに本当にお世話になりまして、ゴールはゴールですから、ジパングさんをはじめ北に向かうという、カンパシーいただいた皆さん、改めましてありがとうございました。感動もないのに感本当感謝しております。まもなく旭橋、痛いとか切れたとかご入入ですね、旭橋って今イグロさんおっしゃってますけど、この旭橋っていうのが58号の終点です。もうすぐその旭橋に到達します。オリオンビールを出してくれた。あ、 SZK さんその通り、セルラースタジアム那覇右側です。沖縄土地狭いはずなのに結構ねこういうしっかりとしたものがあるんですよね。熊本ねえぞこんなの。悩ましいです。3車線あるんですねこの道路で。皆さん、予告編ご覧になった方だったらお分かりだと思うんですけど、画面右側ちょうど僕の手のすぐ横ぐらい、ここをご注目ください。あのモニュメントがあって石碑みたいな感じになってるんですけど、そこに58って書かれてるんです。よく見とかないと見逃しちゃいます。ですね、空港近くの日本レンタカーで借りて、でそこからなんです。あの空港まで迎えに来てくれるんですよね。結構ねレンタカーの方多くって、日本レンタカー以外にもたくさんレンタカー借りてる方がいらっしゃって、ずらーっと並んでました。年に一度セントラルリーグの公式戦があります。港町は道路の立派で本当ですね。いやらしい通りの松山はもうちょっと行って先左、真ん中のところ58、はい、見えてきました。58、これ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 、いよいよ見えましたか皆さん。見逃した方アーカイブで、国道58号の旅、沖縄セルラー基地からの会社。そうですね、セルラー撮ってる僕はもう今日明日が最後なんです。そうですよね、ペナント公式戦も来ますもんね。あ、そうだ、キャンプ地でもあるから。そうですね、右に行きますと329号線那覇東バイパス。バスが多いな。あ、見えた見えた、よかったよかった、皆さん見えたようです。お、なんてこと言ってるうちに113人まで来ましたよ。そしてユイレール、右側58号ようやく入りました。沖縄セルラーのビルがそろそろ左に見えてきます。見た気になっています。見た気になってんだ、見ちゃった。なんでや、なんでそんな言い方なんでしょう。塩らしい言い方。非常に車が多くて、そうおしゃれな時代で書いてある。そうなんです。はい、ユイレール戻ってまいりましたね。見えたん見えたん。ユイレールの駅もありますよ。那覇東バイパス、那覇バイなのか日賀バイ、那覇日賀バイ、ちょっと言いにくいですね、ちょっと噛みそうですね。那覇日賀バイ、正面には東横インが見えますし、旭橋ちょっとした町よりも栄えてます。58っていう文字が書いてあったタイミングよし、まさに旭橋なんですね。58号の起点となって本で見たことあります。うん、そうです、イグロさんおっしゃる通り、琉球放送と琉球朝日放送が同じビルにあるんです。58石碑確認、左に行くと確かラジオ沖縄の本社。沖縄テレビはね、確かこのユイレール沿線にあるんですよね。沖縄の都心部に入ってまいりました。松山か、仕事で5時間まで飲んでホテルに戻ったのが AM4 時だった。うわ大変でしたね。相当飲まされたんですね。この街並みだけ見ると沖縄感が全くない。そうですね。でここから渋滞地獄です。沖縄テレビはもっと右に入ったところ。そう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 、モノレール沿線ですよね。
ホークスのリーグ優勝マジック10。おお。セ・リーグは DeNA、中日を除いてどこがリーグ優勝するか。そうですね。なんや記念日や。それあれ那覇ばい。那覇なんだ。うまいこと言いましたね。海はもう見えてるんですけども、正面向かって右側のビル。9月9日。3個目ぐらいかな。ゾロ目ですね。午前0時をお知らせしました。あれが RBC 琉球放送。同じビルに構えているのが QAB 琉球朝日放送。まあいわば QAB は RBC のビルに間借りしてるっていうようなそんな感じになってます。同じビルに2つの放送局が入っているっていう。なかなか世界に国際通りはもっと右、そうそうそう、このもうちょっと向こう側ですね、右側です。放送局がジェットストリーム、ちゃ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 、台風の時なんかね、あの局舎の前からもうちょっと行くと見えてきます。 RBC と QAB、 ここと国際通りは渋滞確実なので海岸沿いのバイパスに迂回するのがデフォ、そうそうそう、もしくは、高速道路ですね。この時間なら335人乗っちゃった方が楽なんですけどね。宜野湾付近の58号渋滞は本当ひどい。新聞社ですね、新聞社です。結構 3,40 秒遅れてますねこれね、今回ね。電波は伸びる RBC、 あ、そういう歌があるんだ。実質 QAB は RBC ナベッチ含めフィット、確かに前の車もフィット。9月9日 RBC というメディアセンター。お、オラの木がこれだけで、前にも言いましたけどね、3話分ぐらい持たせたってことありましたからね。ドラゴンボールすごいですよね。右に行きますと沖縄県庁、前方右手に見えてきた縦に線が入っているビル、これが RBC と QAB の同じビルです。 RBC、QAB メディアセンタービルって書いてますね。 QBB ならチーズです、今食べてます、どうぞよろしく。どうぞよろしくってなんだろう。奥の住友生命でしょうかね。そのさらに奥に今月中旬に19歳女子と写真撮りに行ってくるでおじゃる。いや僕はあの10代女子はね守備範囲じゃないんですよ僕は。メンテナンス中なのか。できれば20代後半ぐらいからがいいですね。ちなみに前の車元です。平成一桁年生まれがギリギリでしょうかね。沖縄タイムスと朝日新聞が仲が良くて、沖縄タイムス系の放送局が琉球放送で、琉球朝日放送が同居しているのは必然。なるほど。僕も惹かれたのはフィそうそうそう言ってた、あのヤマピもねフィットに惹かれたそうですよだからすごい縁があるねなんて話してたんですけどね。いやでしょうね、惹かれた車に乗るのね。沖縄本来た。なかなか動きません。昨日のユーストトゥデイでも言ってましたけど、次の iPhone、まあ、おそらく 6S っていうシリーズになるんだと思うんですが、こちらの発表はその10日の午前2時、そして発売はおそらく18日金曜日じゃないかっていう話です。沖縄でレンタカーを借りたらリッター車をクラスは2回とも2、3キュービ。アパホテルの前です。琉球放送のテレビの看板番組の一つ沖縄本、同じビルの中に違う系列の放送局がダブルで入ってるなんてでしょ、なかなかないと思いますね。琉球放送テレビの番組、へえ。この間あの皆様本日のウェルカムご覧になりました。そう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 、私出たんです。しかも結構あられもない姿でそうですね、救急の日、9月9日ですね。アリンコさん、いやほんとほんとほんと、ヤマビね、ちょうど僕がだからユースト大賞で東京に行くぐらいのタイミングで事故に遭ってるんです。はい、ヤマピはまだ同乗してません。この翌日からヤマピが
同乗してます。ただあまりのこの渋滞に豪を煮やし、今日のこの配信の中でヤマビ登場します。でも最近だと25日発売説が出た。あ、そうなんだ。シルバーウィーク明けなんだ。現在時刻は5時44分。熊本弁というと大嫌な混んでおります。沖縄で熊本弁露出、露出エコーをかけて言うことじゃないな。道の駅マスターは仮の姿、その正体は独身ローカルタレント。ヤマピが入院したきっかけ、フィットに惹かれたのって。そうなんです。ここ大阪や東京や大阪や福岡じゃな、ないんですよね。でもね、福岡にも負けないぐらい背の高いビルが結構ありましたね。渋滞で追いついたと。いやいやいや、キュンキュンの日あ、ファン言いそうだな、そういうの。フィット RS とインプと今の車で最後まで悩んだ。そして銀座のアップルストア前で野宿する人続出。そして平和用辺野古反対プロ市民の決め台詞、新聞屋やぶだ。そう、プロ市民っているらしいですね。ユースト対象は病院のベッドの上でしたそうなんですよ、ヤマピ結構ね苦労してるんですよ。町の集約度が高いんでしょうね。熊本県民からすると非常に羨ましいですね。こんなに高いビルが林立してるのってね、実は熊本ないんですよ。あんまりね、中規模だとか小規模ぐらいのビルが並んでる感じがあるんですよね。まあもちろん熊本城の景観のうんぬぬでね、高さ制限もあるんですけど。おお、あ、なるほどね。先ほどまでよりかはオープニングで出てくるんだ。なんでも中国本土が25日発売で店舗前の行列を出さないようにするため。おお、どうでしょうか皆さん。沖縄ナンバーはやっぱり沖縄行かないと見られるですね。泊まり、また銀座前で行列か。そうそう、あの吉本きっとまた綾野音がやるのかな。泊まりふと旅客ターミナル左側です。結構大きな建物でした。今年は予約だけのようなので平和用は出現しない。あ、そうなんだ。 車手放そうかと悩み中。おろろろろ、お城の景観条例で。そうそうそう、作っちゃいけないではないんですよ。市に伺いを立てて許可が出れば OK っていう、そういうものなんです。めっちゃ高い位置にファミマの看板をよく見てましたね。やっと中に始めました。今回は、完全予約制にするらしい。那覇市泊まり交差点を通過します。ようやく動き出しました。前の車はなかなか右の車線に入れません。火の国の塔は行ってないですね。綾野女子は並ぶと言っておられます。そう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 、やっぱそれがあのお祭りなんだって、それを楽しんでるんだということをおっしゃってますよね。右の車線に入りたかったんですよ。なんででしょう。反対車線ご覧ください。対向車線も相当混んでて車が列をなしております。沖縄ナンバーは自衛隊の基地があるとたまに、おお、なんか良か具合にレトロなビル。右よりも左よりもいろいろとありますからね。そうそうそう。さあ、2-3の出演準備しなきゃもうちょい先です。忘れた頃に出てくるんですよ。本州で沖縄ナンバー、そうですね、3本目。京都も行きましたがあまり高い建物の中、そうそう、あそこもね景観条例ありますね。ちなみに沖縄のファミマは沖縄ファミリーマートという現地の会社の運営。バギューに沖縄ナンバーは普通にやってる。おー、あ、で、そうそうそう、今日の最新のニュース、熊本もそうですけど、あのココストアがついにファミマに買収されます。あ、初見用、あ、カフワさんようこそ。地図をお送りします。国道58号スペシャル、今日が第1弾です。那覇空港から嘉手納に向かっております。
京都は店の看板の色規制、そうそうそう、あの茶色にするってやつね。阿蘇でもね、あれローソンだったかな、口笛練習中確か動画の中でも出てくるような気がしますね。沖縄ファミマ多いですね。そうそうそう、ココストアがいよいよファミマになります。年内中に確か変わるんだからな。日本一長い国道は日本橋から、青森の国道4号線カフアネ様。ココストアといえば名古屋の会社だけど沖縄にも多いイメージで、熊本にも多いです。あの南九州ココストアだったかな、まあ、昔のスパ運営会社が熊本にあるんです。そういえば白水に茶色のローソン、そうそうそう、それそれそれ、にじり夜山ピさん、銀座の兵馬俑も異様だったけど渋谷の兵馬俑もかなり異常、まあ、兵馬俑はもうどこでも異常なんですよなんてこと言いながら交通センターの裏のココストアよく利用しておりました。あれもだからファミマに変わっていくんでしょうね。でそのうち多分ココストア、元ココストアと元々のファミマっていうんで競合してくる店も出てくるんでしょうけどね。その分はちょっとは減るかもしれませんね。大分の時同級生が福島ナンバーのセリカに乗ってました。 SPAR スーパー、ココストアって CM ソングがあるみたい。再度落とした色になってちっちゃくなってますね。そうそうそう、ココストアは地元などで寂しいような、ユニーグループもファミリーマートという話がありますからね。地元本社の会社がなくなっていく、多分もうコンビニ業界もね、えそろそろちょっと多分分かんないですよ、分かんないけどそのうち3つぐらいに集約されていくんじゃないですか。セブンとファミマとローソン、多分この3つでしょうね。もうだって AMPM も九州にはもうないでしょ。下の道路とは立体構造で、ひょっとしたらミニスポットあたりもどうかな。熊本にもないしね、まだ弱いんだろうな。小島ビッグカメラがありましたね、右側にありましたね。スパー懐かしい。再び渋滞でしょうです。沖縄のバイクはマナーが悪いのがお分かりいただけるであろうか。結構スイスイ抜いていくんですよね。キャーカフアさんという声も飛んでおります。エブリワンだけは残ってほしいでおっしゃる。でも残念ながらもう決まっちゃったんですよね。上の裏通りのファミマクロ、そう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 。この間初めて見ました。え、ここにできたんだみたいなねところだったんですけど、将来乗りたい車はスズキカプチーノだけど、あと5年したら恐ろしい金熊本は地場のフランチャイズは、そうそうそう、もうとうとうね、スーパーマーケットも結局ことぶき屋に、ニコニコ堂なんかも結局潰れちゃいましたからね。残念ですよね。琉球新報はまだかな。ボーリングのピンキター、右手に出現です。そう、 AMPM はファミマになりました。あの配信しないうちにあれですね、30秒も40秒も遅延するようになったんですね。ずっと T ポイントの関係でファミマ愛用してたけど、ポンタ始め出してローソンに乗り換えつつあります。セブンは7個がいまいち使いづらい。あ、そうなんだ。バイクがガンガン右から抜いていくので恐ろしいんですよね。猛スピード、確かにね、結構抜いていきます。地元にはカレーハウス、ここ一番屋の本社があって、ここはなくならないだろうと思っていますが、どうでしょうかね。まあカレー屋さんはなかなかないですからね。エブリアンのもうファミマか、パンは残してほしいな。そうですね、そうだパン、そうだそれがあるわ。どうなるんだろう、あの焼きたてのパンがね、エブリワンの持ち味なんですけどね。ことぶき屋の生き残りもついに全滅、もう全滅してるでしょうね。あ、そうだ、そうそう、そのココストアもスパーもだから元々はそのエブリワンだったんですよね。そうだ、元々はラララグループだったんですよ。ラララグループってまた懐かしいですね。まもなく右手奥に FM 沖縄、
カフア様を巻き込んで23号線愛知の旅、23号線愛知の旅所さんだ。七子はカードに入金して使わないといけませんしね、ローソンとファミマは不要不要なの、ジョイフルがあれば九州人は安泰という。まあそうなんだ。そういえば新車買って10ヶ月で1万5000キロすごいですよ。すごいな、えらい走ってますね。100人前後、そろそろ100人を割り始めました。その先にある信号で左手奥引っかかっちゃうっていう、なんとも十徳屋もなくなりました。そうか、寂しいですな。バイクがどんどん抜いてってます。ドライブより通勤の様子を撮っている場合も、まあそうですね、まあ、通勤というかこれはあのもう午後5時過ぎなんで、まあ、牛タンじゃねえ、帰省ラッシュでもなくてなんだ ねえだって。7個と T ポイントを使って全日空のマイルにせっせと交換しております。よかこつ、いらっしゃいませ、こんにちは。前回車検前半年で10万キロ超えました、寂しかですね。 FM 沖縄この時間だと泡盛、残波でいいのかな、の印象に残る CM ソングが流れてるはず。帰宅ラッシュ、そうそうそう、それが言いたかった。帰宅ラッシュ、退勤ラッシュ、帰宅ラッシュ、それぞれ皆さんの言い方を教えていただいております。ありがとうございます。パチンコスロットチャンピオン、あなたの街のほほふきは、そこの道、1987年の修学旅行で通ったこと。おー、修学旅行で沖縄とか羨ましいですね。浦添市に入って左側に見えてきたのは、あれは米軍基地でしょうかね。米軍基地です。松坂ロードスターあたりで58号を走ると気持ちよさそう。左側が米軍のキャンプキンジャーです。しばらくこの表示が消えません。沖縄のファミマにはチルドカップコーヒーの容器に入ったコーヒー泡盛、お、謎のコンビニとして取り上げられることもあるナイトショップ石槌もお忘れなく。あ、なんかそれ聞いたことあるな。来たクラッシュ来たクラッシュ、沖縄の中にあってアメリカなんですよね。ここは沖縄を感じる風景ですね。お、修学旅行また関西方面、羨ましい。2本目に泡盛のしぐれを出してきたザギン。実は左からの追い抜きは違法だったりするので、この場合は正解。まあ確かにそうですね。沖縄バスって修学旅行で利用したバスが、バイクほんと無茶しおるわです、ね、でも確かにそうですね、右側から抜くのっていう正解なんですよ。ただ2車線目3車線目で抜くっていうのはありなのかしら。そろそろ Y ナンバーがちらほらするエリアに突入。この込み方にそろそろへきへきしている頃です。修学旅行か、大分、阿蘇、長崎でした。沖縄は大学生になって初めて行きました。僕の修学旅行は中学校が、広島、小学校が長崎で、その帰りに吉野ヶ里遺跡に行きました。で中学校が広島行って、その帰りにあの山口の秋吉堂じゃなくて秋吉堂でいいのか、で高校が長野の諏訪湖でスキーをして、
で、京都、あ、京都が先かな、左側はだったですね。キャンプ金沢、金沢を抜けるとオリオンビール。あ、そうなんですか。関西は何度も行ってるので一回も行ったことがない。そうなかなかね、個人の希望とあの合致しないもんなんですよね。秋吉田、そう、秋吉田、秋吉田、2つのものが並んでるわけです。あ、秋吉台か、うん、秋吉台、秋吉堂はほぼ同じですね、確かね。早すぎるよ。そう、修法堂っていうの、秋吉堂じゃないの。え、修法堂なんだ。今の今まで秋吉堂って言ってた。そうなんだ。おつかもさん、お晩です。今日は夜勤中でモバイル回線でユーストはパケット量が辛いのでありがとうございます。すいません。秋吉台の修法堂なの。へえ、知らんかった。皆さん教えてくれてありがとう。あ、そうなんだ、修法堂なんだ。今の今まで秋吉堂って言ってましたよ。逆側を走ってたら二輪車は三車線の一番左を走れって表出てるんですけどね、誰も守ってない。うん、そうですよね。次の交差点二輪車左ですよね、左車線ですよね。西原方面、西原紹介西原紹介一人だとね、こうやって歌っちゃうんです。西原紹介、あれ熊本だけかと思ったら違うんですね、全国規模なんですね。クレイジーケンバンド横山さん、いいねでおなじみのあの方が、西原紹介西原紹介って歌ってるんですよ。私は広島、秋吉台、下関、北九州、中学の修学旅行、あ、僕とあんま変わんないですね。あ、でも下関は行ってないな。で、あの、その途中でスペースワールドに寄ったっていう学校もあるんだそうです。羨ましかったですね。ボスと飲んできたよ、帰りすがら二人で見てました、通信修法堂って言ってましたが、最近は秋吉堂と聞き、あ、やっぱ合ってんだ。堂が音読みだからじゃないですか。あ、なるほどね。雨粒が、関西知らないです。西原紹介、あ、知らないか。西原紹介の歌、去年発売されたクレイジーケンバンドのアルバムに収録されてんだ。他の宿ではないんだと感じた記事です。しぐれのおにぎりが、コンビニにあるのは東海だけ。しぐれアサリンなども東海だけ。福岡県民だけどほぼ一緒。小学が長崎島原、中学が、広島でスキー、高校、あ、中学でスキー行ったんだ。高校は 長野の志賀高原でスキー。スキー三昧ですね。西原紹介、そうそう、食材総合商社、確かね東京にもあるんですよ。スペースワールド行きました。雨です。あ、残念。西原紹介の歌好きです。よかった。いつの陛下が読み間違えたので修法堂と読むこと。へえ、そうなんだ。意外なきっかけですね。はい、まだ消えません、キャンプ銀座のテロップ。いかめしさん、阿蘇から別府、30年ぐらい前の北九州の中学校。北九州からだとそっちになるのか。中学校で九州内なんだ。へえ。現地の看板で秋吉堂ってカッカナ振ってるのもあったから、どっちも正解ではあるんだ。中学はネズミでした。すげえなー、いいなー。僕はあのネズミランド一回も行ったことありません。っていうことを言うと、って周りの女の子はびっくりします。それ人生損してるよとか言われるんですけどね。そうか、そこまでのものかとか思うんですけどね。しぐれに行って、三重県の名物ですからね。秋吉堂でも修法堂でも、でも秋吉台と変換される。大渋滞の沖縄県内、浦添市を北上しております。国道58号、なんともご覧いただいている皆さんにとっては幸先の悪いスタートです。本当です。運転している人間にとってみても幸先の悪いスタートです。沖縄と米軍がどういう距離感か分かる大きさですね。西原紹介テレビ CM ギャラリー陛下の読み方には間違いはない。そうそうですね。オイラもネズミはまだ行ったことがないでおじゃる。修学旅行
小学生は長崎佐賀、熊本のグリーンランド、中学生は京都奈良大阪、高校は長野大阪でした。ネズミのジョークは通過してるな。青森、なんだこれ。小学が広島、中学が長崎、高校が北海道と、北海道も羨ましいな。修法堂懐かしいな。小学校の修学旅行で広島と共に行った場所。265走りました。雨でした。そして一部通行止めでした。翌日ナベッチに会います。ありましたね。ネズミリゾートも USJ も行ったことなし。ミートようやくキャンプ銀座のテロップが取れました。しかしなおも続く渋滞。どうは音読みなので音読みで揃えた。修法堂が正しい読み、秋吉堂は訓音混じるぎなた読みなので正しくはない。さらに雨まで降ってきます。小学佐賀長崎、中学広島、山口スペワスペワって言うんだ。高校カナダすげー。そういえば僕らの次の世代ぐらいからですね、中学校の修学旅行の行き先は韓国っていうのが出始めたんですよね。そういえばネズミの前を通過したことは何度もあります。ネズミランドは1回行ったけどもう行きたくないと。そうなんだそうなんだ、夢の国ね、行きたくないんだ。米原での新幹線に乗り換える練習を、あ、そうそうそう、あったあったあった。博多駅で、あの博多駅だったかな、新幹線に乗る、じゃあ名古屋駅か、いや博多か、どっちだったっけな。そう、新幹線に乗る練習というのを体育館でやらされましたね。蔵王スキー実習アンドネズミだったんですが、蔵王スキー最終日からスキーウェアのまま下山、麓で着替えて夜通しバス浦安へ、ヘロヘロでネズミ、これにより深夜バストラウマ。そりゃ嫌でしょうね。行く相手もいない、言い方が児玉さんみたいだった。ミート結構工程の半分ぐらいが渋滞って加圧する、そうだ、珍しいですね。近いところだったらね、そういう渋滞にかかっちゃった時は、あ、もう別便取ろうっていう風になるんですけど、なかなかね、そういうわけにもいかないもんで、小学校長崎、中学校韓国、高校中国、すげえ、三栄来た。新幹線に乗る練習、そうそう、やるんですよ。停車時間が短いからって言うんでね。さあ、まもなく見切りをつけます。新幹線来たらとにかく奥に入れ、動いてから座席に。あ、それで OK だ。へー、17時台の58号は仕方がない。ちょうどこの地点でというわけでヤマピ登場です。今日はここから再スタートです。と言っても天気ギリギリです。今雨粒がちょっとマルチウィンドウ便利すぎる。カーツ3ミス、他の作業落ちてきています。前方には山田、小学校熊本大分、中学校熊本大分、高校は2回も同じことを聞いちゃったんだ。タウンプラザ金秀、さあ、そう金秀、そうそう、そういえばどっかの学校法人の理事長がニューヨークに行って修学旅行のはずが、その人が合流してたっていうんでね、理事長解任ということになりました。18チームついに85回目の歴史のマラソンが今幕を開けました。オープニングだろ。この番組は九電工カーツ3でヤマピの声は新鮮でおじゃる。あとは続き
提供でお送りします。小学校鹿児島、中学校長崎、福岡、高校長野、愛知、京都の提供でお送りしたいな。ヤマピ顔出し NG なの？いやいや、そんなことはないですよ。翌日になりました。翌日ね、天気があんまり良くなかったんですよ。はい、助手席人いる、ヤマピです。そうです、ヤマピの声が聞こえてまいりました。いつの間にかヤマピ登場。昨日よりは動いています。夜タモリ風に言うなら、第10回那覇記念。そうですね、そう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 、そうですね。あれもう終わっちゃうんだよな、今月いっぱいで。寂しいな。まあもともとそういう1年の契約だったそうですけどね。あー、詰まっとんね。追突されたんだ前の車。そうそうそう、沖田の牧湊発電所の煙突来た、よう見てましたね。今週分と来週分とでは全然風景が違う。そうそうそう、だいぶ違いますよ。福岡市の東区あたりを走ってるような印象ですね。交差点直前で車線変更は決まった。確かにガスト来た。秋吉堂でいいんだ。宜野湾バイパスへはさっきのところ左に抜けたところです。渋滞を回避。よし、箇所が何箇所かあるわけです。もうだいぶ眠くなっちゃって寝落ちしちゃってる人が多分何人かいるみたいですね。タイムラインに上がってこない方が何人かいらっしゃいます。あ、国道3号線って出てた。僕だから後半に出てくるんだね。今日の後半あるいは次回の前半です。でも最後の最後に出てくる。僕が開始。さあ、まずはですね、この番組がお休みの間に Windows 10リリースしたから微妙に話題が古くそうですね。東芝東芝東芝ね。時系列からいくとですね、はい、タモさんもいい年ですし、もうマイペースな仕事ぶりで十分です。ブラタモリさえなくならけな。いやでもタモリクラブも残してほしいな。起きてます。あ、よかったですね。え、夜タモリもったいないですね。ナゴ56、カデナ13。まだ起きてるわ。あ、よかったよかった。あ、チャタン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 。福岡市東区っておっしゃってた。ああ、そう、そういうことです。安心してください。起きてますよ。とにかく起きてる。黒帯うまい、うまい。めっちゃ痩せてた頃の。あ、そうそうそう。そろそろ車内では私渡辺とヤマピによる雑談が始まっております。特に収録してることを忘れちゃってるトークがスタートしてます。ガラコつけると、時速40キロ水滴流れる。宜野湾バイパスの方にはベイスターズの春季キャンプ地の宜野湾市立野球場。右側数キロのところが普天間基地。そうです、そうです。名護で名護、名護ウトでウトウト、スヤでスヤスヤ。沖縄といえば全国 FM 番組表を見ていてこの印象が強いです。キャッチフレーズはいつも心は南向き、サザンステーション FM 沖縄。いいですね。沖縄にも丸亀、東京湯島クリーン、あれ良かったですね。あとこの間のあの辻種ですっていうのが面白かったですからね。エンディングのケツ振り、オープニングもやってるわ。社内の2人の掛け合いは副音声にしてほしいレベル。宿題しながら眠くなりつつ鍋父の声で起こされる。タモリクラブのオープニングあれば。いや、あれがいいんですよ。あれがいいんです。あんな他の番組しませんからね。まるで水道。バイパスに出るとコンベンションセンターもありますけど渋滞は変わらないんですよ。変わらない。でこの先でね、一旦 iPhone
が飛んじゃうんです。メグです。だもんで淡谷凛太郎です。何言ってたね。中途半端なところで映像が切り替わっちゃいます。何で笑うんですか。月曜から金曜筋はじめ、そうそうそう、筋立つってやつですね。メグです。私はゴミ箱。ヤマピと一緒に収録してるので、消したのになんでこんな容量が足りませんって言ってくるのかな。沖縄自動車道を利用しましたか。この後ゴミ箱っていうのこの後というかここに来るまでに使いましたね。消したつもりでキャッシュが消えてなかったので、ヤマピを結局ですから、さっきあのほら渋滞ひどかったんで収録やめたって言ったんですけど、結局その時点から那覇空港に戻ったんです。でヤマピをピックアップして、で沖縄自動車道に乗って、実は今回泊まったところが那覇市内じゃなくて、那紀神村っていう沖縄中部 あのボコってなったところの上のところですね。そこにある民泊に泊まったんですけど、そこに行く途中に沖縄自動車道をずっと走っていました。結構ね時間かかるんですよ。沖縄でも路中している。あ、真上さんようこそ、ご無沙汰しております、はい、宜野湾バイパス沿いにジョイフルが、残念でした、はい、地図をお送りします。アメリカカルうわ、あーしまった、フェイスブックにも送っちゃった。そう、泣き人、今帰るスーパーひとし君で泣き人と言います。プロバスケットボールリーグの琉球ゴールデンキングスの本拠地も宜野湾。でもあのケツ、女の子のケツじゃないような気が、いやあれ本物ですよ。それを撮るためのオーディションをやったぐらいですね。でその子たちは顔は見せないっていう徹底ぶりでした。なんでまた泣き人、女のインチキリゾートとか選択肢あったの、そうのはずだったんですけど、ちょっとね近すぎるっていうのもあって、今思えばね泣き人でよかったです。だからこそあの居酒屋にも行けましたし、今日オイラの出番はなさそうでおっしゃる。ゲストハウス、ゆいけじゃない、そんな歌だったっけ。兼ね備えてる男子覚えてね。はい、4本目です。瀬長島のホテルもおすすめ。でもね今回確か2人で4000円だったか2人で8000円だったかどっちかだったんですよ。結構安かったんです。はい、右側米軍キャンプフォスター、あ米軍キャンプフォスターです。たまに男のケツも嘘、あれ出てこないでしょ。最新のやつは束の間の静寂、お邪魔します。3時21分です。あ、鉄塔来てますよ。鉄塔来てるのにザカさんがいないわ。右側がもうすごい音です。爆音、あ違うか、車の音だって、うん、車の音です。で車でまた帰ってくるからな。1時間1人4000円か、1人4000円ってことは8000円だ。すごいな、アメリカのコンテナがいっぱいある。1人1泊4000円も激安、結構安かった。まあ、その分あの食事はなしだったんですけど、でもお風呂をちゃんと用意してくださいましたし、で食事なしっていう割にはそのさっきヤマピが言ってましたけど、はい、茶壇町に入ります。あ、茶壇じゃねえわ。これだけの土地があれば何ができるだろう。泣き人は中曽根の満天って沖縄そばがおすすめ。3食沖縄そばでいい。入り口が右側にあります。12本腕は珍しい。この辺りも一日中渋滞。ザカさんおそらく地元の FM 局の方、なんか看板があってそれを取り付けるための、多分
ヤマピが気づいたんですけど、この左側の看板、まあ、もちろん日本語のもあるんですけど、結構ね米軍の人向けの英語の看板っていうのも多かったんですよね。この前泊まった宿は1泊2500円、お風呂もないので桜井の入浴券、あ、それいいですね。あ、茶谷町、あ、あってたあってた、アンビンタウン、アラハビーチ。確か沖縄には米軍の基地が多いですよね、昔岐阜にも基地があって今はないですが、いろいろとあったようなので、ね、幼い子供への強姦とかね、結構あるんですよね、未だにね。まだまだすごいね、今がいっぱい止まってる。ゲオは違うだろって突っ込んできます。そう、ラーメン屋さん左側にありますよね、さっきね。同じ色のバスがビシー、アンキンタン、はい、北村ありますよね。ホステックス、違う。でも、あ、スクールバスの表示はついてる。スキヤに北村、神奈川県の相模原市にも米軍施設ありますね。ここ1月と北北、北村北。皆さん、チェーン店が来ると北って言うんですね。これも懐かしいところであります。えらいこと遅れてんな。あの返しでね、今見てるんですけど、今4本目に切り替わったところです。前川清さんのモノマネをされる方の番組ですよね、座布団とかカレーとかの。寝ぐせきは満点。スキヤも来た、こすごいな。ここ一ゲオガストが続くと沖縄っぽくない風景。確かにオイラのインスタグラムのフォロワーさんに米アメリカ海軍の方がいらっしゃいます。前は沖縄にもいらっしゃいます。インスタでそういうところまでつながれるっていうのはすごいですね。佐野氏がデザインしたような看板機体、どれだどれだ、後ろから見た感じは、あ、海兵隊か、はい、ラーメン屋が少ない沖縄、まもなく見アメリカンスペース、そうですね、気になりますね。また前の車はフィットです。本当にフィット付いてますね。で、助手席にはフィットに惹かれた男、さっきの後ろ姿、そして私は今回4台中3台フィット。なんだっけ、ありがとう言葉でいい、 ありがとう言葉で言えば消えそうだから、言おうかな、よそうかな、本当はいつも一杯目は今日の日、二杯目は人生、三杯目はバカにしてんのかって言われそうですね。ポスター、あなた疲れてるのよ。沖縄定食とフィットにフィット、アメリカンスペース、日用雑貨のお店のようなよくご存知。90人割っちゃいました。500ドルオフとか書いてある、5600ドルとか書いてある、中古車屋さんドルで書いてある、すごいね。米軍キャンプクワエ、ね、もう米軍キャンプの連続であります。相模原の基地で爆発があったとき、その地元 FM 局で緊急特番したときに緊急すぎてスタッフがおらず、新たな情報が車での、間の局がスーダラ節がかかりず、はあ、直前で止めたらしい。なるほど、すぐ真似できるクオリティ、ありがとうございます、とんでもない。チャタンのガソリンスタンドで IC カードを作ったら箱ティッシュ5個もらって、帰りに邪魔でしょうがなかった。
そうか、旅行でそれはちょっときついですね。定食屋さんとかご飯屋さんが好きな私、ちょっと手前に見えた沖縄定食最強食堂という看板が気になった。あれもケチの中の人、ヤマピーはフィットにヒット、まあ、そういうことですね。フィット妻前川清からの大友康平、食堂まで作ったら愛が全てさ、似てないな。ゴルフ5来てましたね。中華屋さんの値札がドル表記、そうそうそう。58号の次は1号線9号線それとも、まあまあまあ、基地とキャンプの違い、これよく分かんなかったですね。多分同じだと思うんですよね。正解、ドル表記の中華屋さん、そうそう。観覧車来た、ジョイフルと思ったら来た、残念。大正解でございます。OTポイント5番、焼肉キング、はま寿司、回転寿司一皿100円、リンガーハット、くら寿司、大きな道路沿いのアメリカンビレッジの観覧車が来た。ネッツ、FC、ネッツ。さっき左手に観覧車がちらっと見えたがどこなんだろう。先ほど皆さんがおっしゃってるそのアメリカンビレッジの観覧車ということですね。洋服の青山、平日にカデナで戦闘機を撮影して、離島で波の音を聞きながらゆっくり釣りをしたい沖縄行く、ぜひ皆さん行かれてください。やっぱね、もちろんテレビとかこれでもちょろっとは見れますけど、やっぱ綺麗なんですよ。で、自分の目で耳で体で感じてほしいですね。看板を読み上げる社内の2人、そうそうそう、アメリカン、アメリカン読んでばっかりというね。桑江智子さん、わかんないな。天一あるんだ。そう、あるんですよ、沖縄にもね。今日最後の動画に入っております。沖縄で丸亀。なりっこさん、こんばんは。お家に帰ってからアーカイブします。ありがとうございます。沖縄南インター方面、そしてまた嘉手納基地です。今日一でスイスイ進んでます。うん、このペースから頑張れるんじゃないですか。うん、ようやくスイスイ一番外側の車線に入りました。あ、内側か。私のハートはストップモーション、なんか聞いたことあるな、それ。キャンプ、軍人住宅、丸亀、ここどこだ。あ、そうか、高速か。那覇まで帰るの。あ、じゃあ帰りはまだ早いんだね。那覇0982222 本文化センター。これ、これ DVD 見た人しかわからんやつ。そうそう。まあでも日本文化センターファンは多分潜在的には多いと思う。フィットの燃費どれぐらいかな。まあでもハイブリッドなんでね、いいことはいいんです。そうね。ですね。そう、この撮影地点に行くまでの高速でね、日本文化センターの歌を2人で歌い合うっていう。これ見れば一発です。ハモってる。キャンプを挟んだ反対側にイオンモールライカムがあります。返還された土地にできたってやつですね。でキャンプの基地の間を住んでおります。あそこの海岸もダメだと思う。そういうことでしょうかね。あ、でもいや、ここは大丈夫だ。海浜公園がある。色が変わってるし、海の中になんか上を置くものがあるけど、あれは違和感ね、潜水艦から。どうでしょう、嘉手納町、那覇0982。すごいな、この通りがもうアメリカってことでしょ。そうです。にーにーにー、日本文化センター。時折すぐ上を通過する米軍機が見える区間、そうですね。左側がまあレーダー、右側が滑走路なんです。なんだかな、この二人楽しそうな感じが伝わってきます。ここは宮崎、ここは違いますよ、沖縄です。それを縫うように、おお、懐かしい風景。大阪は大阪0665842222、
カセンター、金沢金沢076222222日本文化センター。高速と間違いそうな作り。レンタカーで走った印象はリッター21キロ。ただしお一人様で峠道あり。ジュオフィエー大きいハム。懐かしいですね、ジュオフリーウェイ。友太郎さんがねリンク貼ってくださっておりますけども、そうそう、これ面白いですよ。各地の日本文化センターでプラス東京と大阪のめっちゃ古いやつも出てくるんです。 F15、F20 に飛ばないかな。になんかさっき文化センター取材できる時間があったらしたいな話をしてるじゃないですか。何聞くんですか。そこ、まあせっかく沖縄だからね、せっかくなんで沖縄でグイーンと羽ばたけヒーローズ の、 あの高校生インタビューをしたいなと思ったんですけど、結局時間がなかったんですよね。かなりバタバタしてたもんで。そう、中央ブリフレンメ懐かしいですね。ボキャブラネタです。今日も低空で飛ぶサイトバル基地所属の自衛隊機を見ました。脱線しまくった数字まあそう、でも結局ここで脱線してますからね。道の駅の中では4階建てで基地見えます。そう、潜水ハウジング。そうなんです、マロダンさんおっしゃる通り、この後向かいます道の駅カデナではなんと上層階から基地の中を見渡せるという、なんともいいのかそれっていうような道の駅があるんですね。今日はカデナロータリーまでに戻ります。カデナ、道の駅カデナに行って戻ってきたところでお別れです。0120 0120 2222日本文化センター。あ、0120になってからちょっと足気なくなっちゃいましたね。ちょっと寂しいですよね。300m 先右に曲がります。日本文化センターといえば矢野パン、出てくる人ですね。嘉手納町役場左側です。そしてこの後58号から一旦離れまして道の駅嘉手納に行きます。まさにきちっとした道の駅、まあそういうことですね。右には米軍基地、左はレーダーサイト、街並みが、失礼しました、ダーミンです、ナーミンです。さっきすれ違ったバス、フルカラーの LED だった、まだ新鮮だ。熊本にはそういうのがないんですよね。和田さん、それちょっとね、まあまあいいか、郵送だから言うけどね、放送の中ではそれちょっと言えないですね。やら、エビバディパッション、パッション、パッションヤマピ。黒いパッションやな。俺この色で黄色いポロシャツ着た時にパッション。ここにピーついてたら最高や。ボンキッキッ。パッション山。パッションやらか。パーマしかない。ヤンゴ。上にピーつける。パーヤンパーヤンパーヤン。遠くに呼んでる。飛び出す。パーヤン。なんでパーヤンなんでしょうかね。パーマンですけどね。ついつい楽しくなって2人で歌っちゃいました。東南動物楽園の道しるべ北は修学旅行で行きました。案内が出た倉敷ダムはダムカードを配布しております。ここはダム港が米軍基地の敷地で自由に入れないので立派な監視塔があります。繋いでみんなで飛ぼうよ。あの
空へパヤパヤパヤ覚えてるもんですな。はい、でっかいマスコットのクマの石柱が助手席にいてくれるだけで全然いつもと本当に全然違いますね。金田基地が右側にあります。まだ基地です、ね、まだ基地です。さらにこの先の外を、そうですね、カデナ独特の高い防音壁。え、だって基地内にあったらいけないじゃん、うん、そう。保管がね。そう、ずっと基地だね。脳入れないとね。来ました。パッションやらさん、最近見ないですね。ん？パーヤン？ドンが低いパーマン。まもなく道の駅カデナです。ジャイアン的なポジションがパーヤンだっけ？あ、そう、そう。施設があるんだ。あ、すごい。これは行くじゃないですか。一番上がその展望台です。みんな何で時間がなかったので、スタンプを押すだけで帰ってきました。基地の中を覗けるって思うよ。ライブやってる。なんだこの二人、おもろいやん。ありがとうございます。リアルにドライブ感出ますね。山ピさんとの会話聞いてると。あの人面白いからね。道の駅カデナを出ます。基地の中にあったら道の駅。そう、今回ね ETC カード忘れたんです。でもね、一般レーンで結局クレジットカードで払ったんであんまり変わんなかったんですよね、うん、そう、 Google マップね、道の駅って書かないんですよ。で、 Yahoo マップだと書いてあるんですよね。株式会社秋さん。いいね、秋さん。あ、沖さんだ。あ、沖さん。あれ、秋さんに見るよね。沖さん。沖さんだよ、多分。沖さん。沖縄産業とか沖縄産なんとかだ。沖さん、はい、登っておりません。飛行機の時間というケツカッチン。そうです、昨年2月に行った際は土曜日で訓練する気はいませんでしたが、哨戒機や輸送機がエンジン点検中で結構轟音が響いていました。観光に来る分にはいいんですけどね、住んでる立場からするとそらもうね。4階の売店でうさんくさい売店でうさんくさい戦闘機の写真とか服とか買わなかったのか、買わなかったの、時間がないんです。とにかく、あ、そういうことか、すんません。一体どんだけ広いんだ、カデナね。沖さん、沖さん、起きてるか。何言ってんだ。というわけで今来た道を戻ります。辺戸岬まで結構時間かかるからね。そう、結構かかるんだ、これがまた結構かかるんだ。おーい、現在時刻0時58分です。ちょうど1時ぐらいですね、動画終わるのは。今の何ですか？あの BGM。 分からない、お台場はですね今曇ってますね。小田くん来た、この後お天気チームなどを。沖縄自動車道しか高速使えませんでした、結局だって沖縄自動車道しかないですもん、まあ、沖縄自動車道と正確に言うと那覇空港自動車道か。さあ、嘉手納町もう本当にその面積のほとんどが基地という。フェンスとの石原紹介の CM は吉田類の酒場放浪記でよく見る。あ、なるほど。ちょっとこうその間も入っちゃダメよっていうところで侵入を阻止するっていう。ミスターペース、まあ、あれもうこんな時間、もっとやってもいいですよ。東海地方では強烈な中日ドラゴンズを指して、尊敬の念を込めてドラ吉と呼びますから、ついつい
うちではいけないことがあるんです。まあ放送では使えないっていう程度です。ロープラ、まあね、那覇空港自動車道確かに無料なんですよね。マーシャルズのブルームーン、ヤマピのドゥアップ、ロータリープラザが正面です。放出品なら御徒町の中田商店でも買えます。ゴルシテンはロータリーっぽくなってます。で右に曲がります。ちょっと行ったところにまたすぐ左手に道の駅が出てきます。はい、58号に戻ってまいりました。でもここは南西諸島防衛の要でもあり、抑止力の要でもそうなんです、あるんですよね。というわけでここまででございます。はい、改めましてこんばんは、なべちでございます。ちょっと上に変えましょう、よいしょ。はい、というわけでございました。ちょうど BGM が終わったところですね。なべちでございます。皆さんの寒波のおかげで行くことができたこの58号、今日はその第1夜ご覧いただきました。沖縄県内ですね、沖縄島内ということです。改めて地図をご覧いただきましょう。こういったところでございました。那覇空港を出まして一旦南に行きますと、日本最南端の道の駅、道の駅糸満と、そのちょっとほんのちょっと北に行ったところにある日本最西端の道の駅、これに行ってきました。でその後58号に乗っかってずっと行くんですけども、那覇の渋滞地獄で号を煮やして翌日に取り直したと。でそこからヤマピが合流というところで、道の駅糸満は行ったか、道の駅嘉手納に行って戻ってきたところで今回終了ということでございました。日付は9月9日ですね。そうだ、久しぶりで忘れてました。はい、ということで、仕事一段落して再着席、あ、もうそろそろ終わるんです。はい、失礼いたしました。というわけでいかがでしたでしょうか。改めまして、今回皆さんからいただいたカンパの総額、カンパミーとそして手渡しを含めまして、これだけの額いただきました。ドン、26万1300円。本当に皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました。マイク直ってたね。よく見たらですね、メインの一番大きくするここを小さくしてた。あ、でもこれ上げてもやっぱり一定のところ以上上がんないな。やっぱりこれつけたのがまずいことになってましたね。いらんことしなければよかったな。はい、というわけでございました。いかがでしたでしょうか。ではいつものあれいきましょうか。あ、もう V は終わっちゃ、すいません、終わっちゃいました。終わっちゃいました。下取りもあります。下取りもあるんですね。なんてところ言いながら、ちゃんと見てたよ、絶対寝てないから、ほんまかいな、ほんまかいな、なんてことを言いながら、ではいつものあのコーナー行きたいと思います。こちらでございます。インフォメーションねのお時間でございます。早速参りましょう。こちらでございます。スイッチ791、日付変わりました。もうすでにね、12時6分からの生放送ですよ。 FM791 です。カリーの下取りスマイルアベニュー、6時40分から。今日のランキングは短期の保険だったかな、なんかそういうランキングをやりたいと思います。はい、そしてウィーストリームやんのかな、もうここ何ヶ月もやってませんけどもね。はい、マイクの中無磁石使って、そうなんですよね、やっちゃいましたね。次回こそはジョイフルあるかもしれない、なんかあったような気がします。グイーンと羽ばたきヒーローズ、土曜日夜10時からです。今週は小国高校のクライミング部の女の子をご紹介します。なかなかの美人でした。サンデーユーステーション、日曜日午前10時からの生放送 FM 小国です。ユーストリームでも生配信しておりますので、ぜひぜひこちらもよろしくお願いしたいと思います。カリンの下取りスマイルアベニュー、来週火曜日ももちろん6時40分から生放送、生配信ももちろんやりますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。よーあいちゃんさん、時々トイレに行ってただけよ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これミールさんのモノマネ、ありがとうございます。はい
というわけで一通りモノマネをやったところで来週のカーツ3です。来週はもちろんこの続きです。あ、波がいいですね。なんかあれくらいの砂浜でいいね。というわけで来週のカーツ3こちらでございます。202回目です。国道58号スペシャルは嘉手納から国神、これ国の頭と書いて国神って言うんですね、国神まで、向かいたいと、まあ、ですから沖縄の沖縄本島の中部を行くっていう中で、中部サマージー失礼しました。沖縄の中部をとにかく走っていくということになります。一般道で60キロは珍しい、怒られる、はい、ということでございます。ぜひこちらね、国神まで行きますので、こちらも楽しみにしていただきたい。来週も、うん、なかなか綺麗な、特に左側にね海が見えてまいりますので、沖縄美女はどうかな。来週で沖縄本島、いえまだ脱出しません。もっと3週目まで実は沖縄本島あるんです。それだけ結構長かった。国神村に泊まったことある。おジョイフル宜野湾バイパス沿いにあったような、うん、なんていうところなんですよね。というわけで来週は国神まで向かいます。国道58号スペシャル、ぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。辺戸岬は次の次なんですね。実はね、辺戸岬には行かないんです。そのもうちょっと先、58号の沖縄本島の起点っていうのがある、そっちの方には行きました。ミールさんのモノマネ、えらく根数な、円数な、どういうこと、円数なってどういうこと。ありがとうございます、ということでございました。ではエンディングです。汗だめ、ありがとうございます。あ、似てるな似てるのかな、それ似てるのかな、はい、なんていうところで、まあ、本当にね皆さんのおかげで今回沖縄もそうですし奄美もそうですし、種子島行けたわけであります。でなんとか、まあ、来週ちょっとね実は結構雨に苛まれるところがあるんですけど、うん、まあでもなんとか配信できるレベルまではなりました、うん、なので非常にちょっとありがたい。和田さん、エンドロールは、そうです、今回のリターンの一つでもあります。エンドロールこの後出てまいりますんで、ぜひちょっとね流れるのが早いかもしれませんけれども、楽しみにしていただければと思います。国道1号線を走るなら沖縄の倍ぐらいの経費がかかるかもね、うん、ですね。
ですね。でもあれだよな、あの飛行機に何回も乗らなくていいんで2回で済むんで、そういう面では思ったほどわかんないかもしれませんけどね。やっぱり素敵な曲ですね。よかったね。え、なるみちゃん聞いてる？なるみちゃん久しぶりに会いたいよ、なんていうところなんですが、このエンディング懐かしいなっていうお声をねたくさんいただいております。よかったです。確かにそうですよね。あの7月7日の配信の時もやりませんでしたし、その2週間後の配信の時もしませんでしたんで、本当に半年ぶりの復活ということになりましたね。なんかちょっと久しぶりでしたね、こうやってやるのがね。まあ片振りじゃないだけマシ、雨天もカーツ3の醍醐味かも。まあね、でもねビーチのすぐ近くを通ったんで、もっと天気良ければね、あのそれこそ美女いっぱい見られたんですけどね、悔しいな、まあ、また今度は個人的にそういうのは見てこようかなというふうに思います。というわけで今日も遅くまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。来週以降も3週続きますんで見てください。ではまた来週です。おやすみなさい。